ひまわりの花を紙筒の周りに貼ってみました。花の作り方は、お花紙で作るひまわりで検索してください。四つ切りの色画用紙を縦半分に切ったものに、両面テープを貼ります。これだけでは少し弱いので、新聞紙を軽く丸めて中に入れます。新聞紙の端は留めずに入れてください。中で自然と戻ってきてちょうどいい大きさになります。両面テープを剥がします。結構これ剥がしにくいんですよね。これで筒状にするわけですが、ちょっと見にくいので角度を変えます。こうして筒状になりました。これでは軽いので、そこに乾電池の重りを入れます。花と葉っぱの裏の両面テープはすぐに剥がせるように角のところだけ剥がしておきましょう。まず乾電池を置いて紙筒をかぶせたら、細い画用紙に両面テープをつけたもので留めます。そこに葉っぱや花をバランスよく貼っていきます。上まで貼るとこんな感じになります。これを三角の出窓に飾ってみました。